の若きホープが猪木ボンバイへ電撃参戦。憧れの総合格闘技初勝利を目指して、このチャンスを絶対にものにする。柔道出身の強豪、体に染み込んだ柔道センス、格闘センス、柔道三段、橋本智彦26歳、プロレス団体 DDT から参戦。柔道出身者の総合格闘技への適応力、それは様々な柔道の強豪が証明済み。吉田秀彦は特別としても、この橋本の経歴もすごい。柔道歴15年、中学時代奈良県代表として全国中学総体出場、すでに全国レベル。そして高校時代、奈良県インターハイ予選95キロ級個人優勝、近畿大会も優勝。一番強い関西人としてインターハイ出場。大学時代は怪我になく総合への転向を決意。リングデビューは3年前、まだ3年のリングキャリア。プロレス総合を問わず結果を求める柔道家。これまで総合は2戦2敗、どちらも無残な KO 負け。しかしその目は輝き続ける。自分の力を信じ、キャリア15年の柔道のテクニックが総合に生かされた時、橋本智彦のブレイクの時はやってくる。地元関西で一旗あげる柔道三段の実力をグランドテクニックで見せてやる。 DDT から参戦、橋本智彦が今リング